疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと今日なんですけれども、はい、カメラを始めたいんです。はい。今までその基本スマホとかで写真を撮ってきてたので、まあ、僕この会社に入ってみんなカメラ持ってるじゃないですか。はい。みんなカメラ使うじゃないですか。はい。ここにも今それ会社内なんであれなんですけど、こういっぱい置いてあるんですよね。こうやってこいくらくらいするんですか。これ1個です。本当にピンキリですけど。本当です。もう100万円超えるやつも。そうですね。レンズも、まあ、10万20万っていうのもありますね。趣味のものとしてはかなり高価な部類に入っているのは、まあ、カメラかなとは思いますね。そうか。でもやっぱカメラ欲しいんですよ。はい。なんか10万前後くらいで、はい、なんかいいカメラないかなっていうのを元販売を経験された千葉さんに、はい、売り込みをしてほしいなと。かしこまりました。はい、よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。ちょっと久しぶりに販売モードに入っていただいて。そうですね。まあ我々商店工房のスタッフでカメラに精通している者たちの中で、まあ今回は6機種。6機種選定させていただきました。そうです、クロートの人がので、まあ、王道のものから、まあ、ちょっとこうニッチなものであるとか、販売員ならではの、まあ、目線からもお話できたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では早速1台目、ちょっと今回持ってきたんですけれども、こちらですね、ニコンの ZFC で、比較的最近のモデルではありまして、現在もカメラ販売店、量販店なので、現役で販売されている機種になっております。このカメラですね、パッと見た感じの印象はどうですか。本当に最近発売されたカメラなのかなって見た目してますね。そうです。最近はデジタルカメラがもうほぼほぼ、まあ、主流になっていて、たまにはフィルムカメラを趣味でやられる方いらっしゃるんですけれども、はい、やっぱりデザインっていうのが古い機種の、デザインを、まあ、参考にしているというものになっているので、すごくクラシカルなデザインになっています。まあ、今お話しいただいた予算10万円っていう中で、まあ、それに近いぐらいの価格帯、まあ、新品の販売、中古の販売、まあ、様々ありますけれども、ものによっては、まあ、10万円ちょっとぐらいで買えたりとか、うんうん、レンズのセットと一緒で、まあ、12万円ぐらいとかっていう価格帯から買えますので、まあ、すごく手の出しやすい価格帯と。やっぱりニコンっていう会社で、本当にレンズがすごくいい、まあ、ブランドになってるので、このカメラの専用レンズっていうのも、かなり本数も出てきてますし、今一番現役のモデルなので、今後、まあ、数年かけてもっともっといろんなレンズが出てくるっていう風にはなるので、レンズでこういろいろ付け替えて遊べるっていう幅もかなり効いてる。まあ、カメラやってない方でも、まあ、馴染みのあるブランドっていうのは安心感もありますし、サポートの体制っていうのもしっかりしているので、長くご利用いただきやすいっていうのもメリットになってます。で、あと、まあ、個人的にこの機種を推した、まあ、理由としましては、やっぱり見た目、まあ、私個人的には結構好きなデザインだったので、はい、あ、これかっこいいなとか、ストラップで首から下げて持ち歩いたりっていうのをしたくなるような、カメラをきっかけに旅行行こうとかっていうようなきっかけにもなるようなカメラっていうのが、まあ、個人的にはこの ZFC かなというふうに思っているので、おすすめをさせていただきました。まあ、使って楽しむっていうことで、まあ、撮りに行ける機会がすごく増えるので、長く愛用して長く写真を続けられるっていうようなメリットもありますので、初めての人だからこそ所有欲っていうのを満たしてくれるカメラの方が続けやすいかなっていうのもありますので、そういった面でもデザインから入るのもすごくおすすめしてます。なるほどですね。あえてデメリットを挙げるとすると、このカメラらしいデザインが前面に出てるので、こういうちょっとレトロ感のは少し苦手だなっていう方、最新のカメラでちょっとこうスマートな感じっていうようなのが好きっていう方には、ちょっと見た目的に向かないかなっていうのが一つ、うん、でもう一つは、普段使いを考慮しているカメラになってるので、大きいしっかりしたレンズっていうのをつけようと思った時に、グリップっていうのがどうしても欲しくなる場合があります。はい。もともとこのカメラはグリップがついていないので、例えばこういうような、はい、こういうようなグリップを持って大きいレンズを持った時でもしっかり支えられるっていうようなものが
あの使えないので、はいはいはい、あえてあげるとすればそこがデメリットかな。ああ、なるほどですね。はい、では2代目の機種になるんですけれども、富士フィルムから販売されておりました XE3 でございます。富士フィルムというメーカーに関しましてはフィルムを作られているメーカーでございまして、カメラ業界ではですねものすごく色が綺麗と、もうすごく評判の高いメーカーになってます。我々元その販売員の立場から言うとですね、はい、富士フィルムは結構カメラ好きの中でもその最終的に行き着くブランドとか言われてたりしますいいなそれ。キャノン、ニコン、ソニーを使ったけれども富士フィルムが結局いいよねっていう方はいっぱい見てきました。もともとフィルムを作ってるメーカーさんで、カメラ業界としてはフィルムの色発色の表現っていうのをデジタルカメラで追いつこう追い越そうとしているっていうのが今のカメラ業界の流れになってます、うんうん、なので風景写真を撮られる方とかもフィルムの色が一番いいよねと結構お客様でおっしゃる方も多くて、それが編集なしでカメラの中で色付けをして現像を行ってるんですけれども、はい、まあ、そのいわゆる取って出しだけで十分綺麗な映像が楽しめるので、それこそその初心者の方でパソコンに取り込んで編集を行うのがちょっとわからないと、絶対できないですそういう方も多いかと思うので、あの始めやすい機種になっているかなというのもありますので、初めてやられる方でもカメラ通の方にあのどのカメラがいいのって聞くと富士フィルムがいいよっておすすめされて買う方も多いと思います。デメリットをあえてあげるならば価格が高くなっているということですね、はい、高くなってるってことですか。はい、うん、販売していた時期よりも今市場で高騰しております。新品の時より高いってことですか。高いのもあります。お、はい、いろんな要因はあるんですけれども、もともと富士フィルムのカメラが人気で、ただ最近ですね新品のカメラでもすごく手に入りにくい状況になっております、うん、数年前のコロナの関係から工場がうまく動かせてないとか、まあ様々なところからで今、なかなかこう市場に出回っていないのが富士のカメラで、新品のものが買えないとなると今は中古の方で買いに行こうという方もやっぱり増えてくるわけなので、うんうんうん、そっちの方も価格がどん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 上がってきている。なのでなかなか買いづらいっていうのがあえてのデメリットかなと。では、3機種目なんですけれども、はい、キヤノンから発売されております EOS RP でございます。でこちらのカメラはですね、前の2機種と比べて何が違うかというと、センサーサイズがフルサイズというものになっております。今インターネットでお調べいただくとカメラの違いとか、はい、あの高いカメラ何が違うのとか、画質いいカメラどれですかとかっていうふうに調べると、まあ、ほぼ 100% このセンサーサイズっていう言葉が出てくるかと思います、うんうん、でセンサーサイズというのは、このレンズを外した時に奥に見える、はい、チップみたいな、四角い形のしたものですね。でこれがイメージセンサーと呼ばれるものになっております、うん、ここのサイズの大きさですね、これが大きい方が高画質のカメラになりやすい傾向があります。画質に関わる部分の要素として、3つあります、はい、で、レンズと、処理エンジン、うん、あとはイメージセンサー、はい、でこの3つがうまく噛み合うことで綺麗な映像を出してたりっていうふうになってます、うんうん、はい、でフルサイズセンサーと言われるものに関しましては、その一般的なモデルの中で一番大きいサイズのことを言っています。先ほど挙げました、富士フィルムニコンのものに関しましては一回り小さいサイズで APS-C サイズって言われるものになっています。で、10万円台のカメラになると、一般的にはその APS-C サイズがほとんどなんですけれども EOS RP に関しては、フルサイズセンサーを搭載しているのでかなり価格を抑えたカメラではあるんですけれども画質が20万円とか30万円のカメラと比較になりやすい。めっちゃいいじゃないですか、はい、それにしますただデメリットもっていうのはありますので、わかりました、ごめんなさい、最後まで聞きますねあえてそのデメリットというと画質はいいんですけれども、オートフォーカスの性能ですね。例えばスポーツを撮られる方、うん、お子さんの運動会を撮られる方
ピント合わせを自動で行って被写体を追いかける機能、まあ、そういったところの性能が通常の20万円30万円のカメラと比べるとそこはやや見劣りする部分がありますので、なので画質はいいものなんですけれども動き物には弱いっていうのが、まあえてのデメリットでございます。では EOS RP のもう一つのおすすめのポイントが、ビジュアルガイドという機能がついていることです。カメラを使われたことがないとおっしゃってたので、はい、お伺いしたいんですけれども、メニュー画面ものすごく見にくくないですか？なんか見にくいっていうかよくわかんないですね。ああ、そうですね。よくわかんないです。初めての方が触った時に、ここは何をするところですよとか、はい、ここの項目をいじればこんな風になりますよっていうようなメニューの言葉だけでちょっと想像がつかないっていうものが、まあ、非常に多いかなと、うんうんうん。初心者の方でそういうご相談をいただく方っていうのがすごく多かった。うん、で、このビジュアルガイドっていうものに関してはモードの説明、撮影モードだったりとか、ここをいじるとこういうような設定に変わりますよ、例えば背景をぼかしてより立体的に見せるような撮影の仕方っていうのはここを変えればいいですよっていうのをイラストだったり、解説の文章で記載がされているので、そこを見ながら設定を変えていただくとオートではなくてちょっとこう自分なりにアレンジした撮り方っていうのも簡単に行うことができるので、他のメーカーでは取り入れてない部分、差別化を図ってそういうようなガイドを入れてるっていうのも、おすすめのポイントになってます、うん、じゃあ初心者に優しいメーカーさんなわけですね。はい、そういうイメージがありますね。あ、分かりました。では4機種目のおすすめのカメラはオリンパスのペンシリーズでございます。小型のカメラで、ミラーレスカメラっていうので、最近、人気がある機種でもありますし、はい、オリンパスさんはもともと内視鏡とか、医療器具に、使われているレンズを作ってたりっていうところのブランドになってますので、まあ、そういった面でも、馴染みのある方はいらっしゃるかもしれない。なるほど、そうなんだ。まあ、そこもあって小型のレンズ、小型のカメラでいいレンズを作っているっていうのが、まあ、オリンパス、はい。で、この、オリンパスペンシリーズのメリットになるんですけれども、ミラーレス一眼カメラ、レンズを交換するミラーレスって言われるカメラの中でかなり小型、そして軽い、小さい、軽い、持ち出しやすいっていう、やっぱり一眼カメラっていうのはレンズがすごくいいものだと大きいとか重いとかっていうところ、うん、まあ、実際そうだったりもするので、うんうん、まあ、そういうようなのがちょっと持ち出すのは嫌だなとか肩こるなとか、うん、いうような重さがデメリットになってしまっていて、そのカメラを選ぶのを敬遠される方もいらっしゃるんですけれども、うん、やっぱりこのシリーズに関してはやっぱり軽い、持ち出し者で小さい、バッグの中に入るとかっていう、普段使うカメラとしてすごく身近に感じられるものにはなっているので、とりあえず持って行って何かあったら、いい写真撮れないかなとか、うんうん、何かふとした時に景色が良くて撮ってみたとか、うんうんうん、まあ、そういう何気ない時に撮ったっていうような写真が意外と良かったりするので、うん、逆に重くていいカメラを持っていたとしても今日は重いから持っていくのをやめようかな、で、いざちょっと外出した時にあ今いい写真が撮れそうだったなと、うんうんうん、っていうのに出くわしてしまうとすごく残念な気持ちになってしまったりとかするので、確かにね、いざという時にすぐパッと出して撮れるっていう環境づくりも大事な要素の一つだったりはするので、まあ、そういった面ではこのオリンパスのペンシリーズっていうのは、まあ、初めての方にも持ち出しやすいサイズ感で軽いので男性女性問わずで使っていただきやすいかなというふうに思います。でもう一つ、人気の理由の一つが、ボディ内手ブレ補正が入っているものになります。手ブレ補正っていう言葉は皆さん聞いたことがあるかなと思うんですけれども、うんうんうん、一般的には、ほとんどが、手ブレ補正はレンズ側についてます。中には高いモデルになったりとか、もちろんボディの中に入ってるっていう機種も多くあるんですけれども、基本的にはレンズの方が一般的なので、いろんなレンズをつけていく中でどのレンズだったとしても安定して撮影ができるので、まあ、そういった面ですごく人気のシリーズになってます。ちなみにこの価格帯でボディ内手ブレ補正がついているというのはかなり少ないので、はあ、なるほどですね。シリーズとして人気なのはそこが理由でもあります。うん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 。でこのオリンパスのペンシリーズは、
個人的な意見としてはデメリットらしいデメリットというのがあまりないというのがメリットかな。結構オールマイティーにバランスよく作られてるかなっていうふうに思います。それでは5機種目おすすめカメラなんですが、ライカのライカ T でございます。カメラやってないっていう方でも一度はライカっていうのは聞いたことがあるんではないかなと思うんですが、有名なので言うとちびまる子ちゃんのたまちゃんのお父さんがライカのカメラが好きっていうので知られてたりもします。そういうところで高級なカメラといえばライカっていうようなイメージは根付いてるかなと思います。ただ通常のライカのカメラで言うともう100万とかレンズで20万30万っていうような、カメラのブランドになってるんですけれども、今挙げたですねライカ T というのは、まあ、ちょっと前のモデルになっていて、かなりですねデジタルカメラに力を入れ出した時のモデルになってます、うん、で、モニターがですね背面のモニターだけで構成されていて、はい、ダイヤルだったりだとかボタンっていうのが背面の方にはなくてもう液晶画面だけでまあ、作られてたりとか、あとはカメラのボディにすごくこだわっていて、結構珍しいんですけれどもアルミの削り出しのボディになってるのでものすごく質感がいいというので人気のカメラになってます。まあ、そういうちょっと質感をですね大事にしたい、カメラっていうのをその写真を撮る道具として見るだけではなくてそのものとして時計だったりだとか、はいはい、車だったりだとかそういう見た目で、まあ、かっこいいなとかそういうようなものが好きな方にもかなりハマりやすいような、それ100万普段するようなメーカーのカメラが10万台で手に入ったら、はい、10万円前後いいですね。そうですね、そのライカのブランドのカメラを所有できる所有欲も満たしてくれるかなと思います。あえてデメリットを挙げますとやっぱり対応するレンズというのが、まあ、本数自体が他メーカーと比べるとちょっと少ない。でなおかつ価格帯の、まあ、基準が結構高いのでカメラのボディは安くてもレンズですごく高くなっちゃいましたとか、うん、っていうことが、まあ、十分あり得る、まあ、そこが、まあ、レンズ選びというのがしづらいのがちょっとデメリットかなというところです。では最後6機種目のご紹介なんですけれども、今まではミラーレス一眼カメラをご紹介してまいりました。でその中でちょっと一風変わったものとして、今回最後に挙げるのがコンパクトカメラの、GR3 でございます。いわゆるコンデジと言われるものですね、はいはいはい、でコンパクトカメラっていうのはレンズの交換ができないのでもう元々ついてるレンズだけでしか楽しむことができない。ただその代わりすごくコンパクトにしてあったりだとか、うん、片手で持てる上着のポケットに入るとか、まあ、小さくて軽いっていうのがオリンパスのペンシリーズでご紹介はしたんですけれども、もうそれと比べても圧倒的に小さいのでどこにでも持っていけるっていうのがコンパクトカメラのいいところになっているので、ちょうどそのスマートフォンに代わるもので画質のいいカメラないかなって探している方にはちょうどいいかなと。この GR3 なんですけれども、ミラーレス一眼のイメージセンサーの大きさのものを使っているので、このニコン ZFC 最初にご紹介したこちらと同じサイズのが入ってます。おすごいですね。それがかなり小さいカメラに収まってるので、それポッケ入んないですよね。これは入んないです。そうですね。レンズもあるのでこう長いですし、うんうん、まあ、サイズ感もあるので、まあ、これはどうしてもバッグの中に入れなければならないんですけれども、これと同じ大きさのセンサーを搭載したコンパクトカメラっていうのが販売されているので、最初のカメラに買う方はもちろん多いんですけれども、ミラーレスカメラだったりとか、まあ、プロ機を持っている方が2台目3台目で持ち出し用のカメラとして欲しいという方がすごく多い機種になってます。それ欲しいですね、確かに。ただですね、なかなか買えない。買えないっていうのは高い、中古の価格も上がってるのはあるんですけれども、はい、市場に今出回っていないので注文をしてかなり待たないといけないですね。そうなんだ、人気すぎるってことですか。人気すぎますし、やはり製造の問題でもあります。あ、でもそんな製造が追いつかないくらい人気ってことは、まあ、いいカメラなんでしょうね。そうですね、国内だけではなくて海外の
方にもすごく人気のあるカメラになっていて、はい、まあ、通常のカメラよりもちょっとこうスタイリッシュなといいますか、うん、シンプルな作りになっているので、結構ごちゃごちゃしたボタンがいっぱいついてっていうのが苦手な方には、まあ、使いやすいカメラかなと。以上で、まあ、商店工房スタッフ厳選した、6機種のご紹介でございました、はい、なるほど。結局どれ買えばいいんですか？難しいですね。難しいですよね。難しいです。やっぱりこうこれ1台に決めるっていうのはすごくやっぱりカメラ難しいので、うん、実際に、カメラ屋さんで触ってみたりだとか、デザイン見た目かっこいいなっていうのから選んでいただいても、今のカメラは正直失敗するってことはないと思います。あ、そうなんだ。このカメラを買ったから画質があんまりだったなっていうのは、まあ、プロ機と比べると出てくることはあると思うんですけれども、うんうんうん、価格帯が同じぐらい10万円前後のカメラで考えたときに、それほどの差っていうのは、まあ、生まれにくいかな、うんうん、やっぱり表現だったりとか使うレンズだったりとかで画質っていうのは大きく変わってくるので、うん、最初の第一印象で、あ、これがかっこいいな、これがかわいいなっていうのから、入っていただいて長くご愛用いただく方が私はいいかなというふうに思いますので、うん、普段の商店工房の YouTube の視聴者層に受けるかどうかちょっと定かじゃないところのジャンルの動画だったんですけど、はい、最近初心者の方も結構お客様の中ですごく増えてきていて、まあ、そういった方にですね見てもらえる動画がちょっとできたらいいなと思ったので、こんな動画も作ってみました、はい、参考になったら嬉しいですね。はい、そうですね。今日はありがとうございました。ありがとうございました。もしこの動画が良かった、参考になったと思っていただけたら、いいねと高評価をぜひお願いいたします。よろしくお願いします。